で、続いて2つ目ですね、合目的に考えていきましょうというようなところになります。で、特にですね、データ分析みたいなところって割とそのテーマお題が出るとすぐにパッと飛びついてそれだけ分析したい、データサイエンティストの心理からするとそのお題を解きに行きたいっていうふうになりがちなんですよね。例えばお題で全国に点在する自社の自販機ごとの商品ごとの売り上げを予測したいとかっていうと、まあ、結構いろんなことを考えて予測モデル作んなくちゃいけないので、もうこれは腕の振るい合いがあるぜみたいな形でデータサイエンティストとしてはまあワクワクみたいな感じなんですけど、いやいやいやと、いきなりモデル作る前にそもそもそれ予測して何に使うんでしたっけみたいなところはやっぱりデータインフォームでのアプローチとしては考えていきたいんですよね。で、そうすると、まあ、例えば訪問が自販機ってまあ商品買われるごとに当然減っていくので、まあ、毎日とか3日に1度とか商品を補充しに行かなくてはいけないんですけども、はい、その補充のタイミングを適正にしていくために、無駄な訪問を減らすために商品の売り上げが予測できたら適切な訪問が考えられそうですっていうような、例えばお題だった時に、はい、だとしたらいきなり精緻に予測できるモデル作りに行くとか、本当に予測できるかどうかもわからないけど、その前に予測できたとして本当に適切な訪問したらコスト下がるんでしたっけというようなところをまあ知りたいなと思うと、未来を予測しに行くんではなくて過去の実績値のデータをもとにこういう売り上げっていうことが完全に予測できたらどういう訪問しましたかと、どういう商品補充しましたかと、それによってどのぐらい巡回の効率化が成し遂げられましたかみたいなところを、まあ、把握していくとその規模感っていうのが、まあ、見えてくると思うんですよね。で、思った以上に削減の余地がないやと思ったらもうその時点でもう終わりってことだと思いますし、いやいや意外と削減余地ありましたと、でなったらじゃあいざモデル作りましょうかってことだと思うんですけども、はい、まあ、モデル作っていく中でも自販機ごとの商品ごとなので当たる自販機もあれば当たらない自販機もあって、あ、はい、例えばオフィスの自販機であれば、まあ、なんとなく月から金まで皆さん出社されて買って土日売れなそうだなとか、はい、季節ごとになんとなく売れ方が想像つくなっていうようなところが、なんか人間が考えても予想できちゃうような形もあれば、そうですね、まあ、ある公園とかによっては周期性があるけども売れ方がなんとなく予想できそうだなみたいなところもあれば、もう完全にバラバラみたいな自販機も当然あればっていうと、まあ予測の難しさっていうようなところも出てくるかな。で、それをまあ一番右にありますけども、削減余地が低い自販機は予測しやすかろうが しにくかろうが無視で構わないと思っていて、削減余地が大きい自販機に対して当てやすいようなモデル作れるんであれば、そこを予測モデル作ってそれに見合った訪問計画を作っていこうよと、まあ、そこで効果出せますよねと。で、削減余地が多いんだけどもモデルがなかなか作りにくいっていったところは、それぞれの自販機の、まあ、傾向みたいなところとかパターンを作っていって、はい、こういうところはたくさん売れてるしでも当たらないからもう無駄承知で毎日行っちゃえと、はい、その方が売り切れっていうものはなくなるよねとか、はい、そういったもう決めの問題で対処するしかないかもしれないですしっていうふうにいくと、なんか一律に全部モデルだけ作りに行くっていうもんでもないよねっていう、はい、うん、一歩引いて構造的に考えて可能性が高いところから着手していきましょうっていう考え方ができるかな。ただデータを出せばいいっていうわけではないんですね。そうですね。何々が知りたいっていうとついそれを出したくなるのがきっとサイエンティストの常なんですけども、まあ一歩引いて考えてみようよっていうところですね。